プレジデントオンライン、ヤフー、ニュースより抜粋。塩田。安倍首相は安倍のミクスを掲げてきましたが、安倍内閣の経済運営については、連邦。評価はできません。金融緩和を推し進めましたが、4年半経っても実体経済は動かなかった。安倍政権は、この4年間の税収増について、安倍のミクスで法人も豊かになり、 消費も伸びたと言っていますが、最も寄与しているのは消費税で、7兆円増えました。野田内閣で決めた税率引上げの成果です。税収増を自画自賛するのは謙虚な態度ではないと思います。ネットの反応。税収増に寄与する。消費税を上げたのは民主党政権。え。税収減だったはずだけどやっぱ民主のせいってことか。 じゃあやっぱり消費税増税は民主党のせいでいいのか W。安倍ちゃん応援団の蓮舫さん W。アベノミクスで最大の失敗と言われている。消費税アップが自分たちのせいだと認めるとは。潔いな。こいつ本当に馬鹿だなぁ顔文字笑い。4年半経っても実体経済は動かなかった。失業率が最低なんだが。 株価8000円2万円も民主党政権の成果ですか ?W。円高放置してたのどこの政党でしたっけ消費増税したことで消費が冷え込んでることは自覚できてないばか。もう自分で何言ってんのかわからないんじゃない。誰だよこんなの当選させてんのは。つまり増税による消費意欲の減退とそれに伴う景気の悪化も野田政権が原因、通凝った W。 税収増をアベノミクスの成果と主張するが、野田内閣で決めた税率引上げの成果だ。冗談にも程があるだろ W。あれ。民進党は民主党とは全く別の政党なんじゃなかったっけ民進党は民主党とは違うとか国会でやじってたのは民進党ではなかったのかそれは、審議拒否などしたことがない、と言い放った民進党のことですか 言ってることが尻滅裂すぎ W。増税を誇るって本当にバカなんだな連邦は W。本気で言ってるとしたら、政治センスゼロだろ。税収増に寄与する。消費税を上げたのは民主党政権。え。税収減だったはずだけどやっぱ民主のせいってことか。 じゃあやっぱり消費税増税は民主党のせいでいいのか W。安倍ちゃん応援団の蓮舫さん W。アベノミクスで最大の失敗と言われている。消費税アップが自分たちのせいだと認めるとは。潔いな。こいつ本当に馬鹿だなぁ顔文字笑い。4年半経っても実体経済は動かなかった。失業率が最低なんだが。 株価8000円2万円も民主党政権の成果ですか ?W。円高放置してたのどこの政党でしたっけ消費増税したことで消費が冷え込んでることは自覚できてないばか。もう自分。プレジデントオンライン、ヤフー、ニュースより抜粋。塩田。 安倍首相はアベノミクスを掲げてきましたが、安倍内閣の経済運営については、連邦。評価はできません。金融緩和を推し進めましたが、4年半経っても実体経済は動かなかった。安倍政権は、この4年間の税収増について、アベノミクスで法人も豊かになり、消費も伸びたと言っていますが、最も寄与しているのは消費税で、7兆円増えました。 野田内閣で決めた税率引上げの成果です。税収増を自我自賛するのは謙虚な態度ではないと思います。ネットの反応。税で何言ってんのかわからないんじゃない。誰だよこんなの当選させてんのは。つまり増税による消費欲の減退とそれに伴う景気の悪化も野田政権が原因不通こった W。税収増をアベノミクスの成果と主張するが、 野田内閣で決めた税率引上げの成果だ。冗談にも程があるだろ W。あれ。民進党は民主党と